ベアー、福田ベアー福田は、日本のプロレースラー。本名、福田機体。2003年2月22日、東竜門の10期生として、対村上学船において、本名でデビュー。東竜門 X 所属となり、リングネーム福田機体を経て、マンゴー福田に改名して、南野武とパイナップル花糸とのユニット、ロスサルセロスハポネセスを結成。日本での主戦場を、 道の区プロレスに移してヒール軍団として暴れる。2005年、南野と花江がグループ内で構想。まとめ役として仲直りさせようと、四苦八苦。2006年、花江がグループ離脱。その後、道の区ではスポット参戦。プロレスリングエルドラドにて突如乱入して、俺にも試合させてくれと直訴して、キングポコタと対戦。リングネームを正式に、 ベアー福田に改名。その後、温厚だった、ファイトスタイルから熊のようなワイルドファイトを心情とする。7月、エルドラドにて、大谷慎次郎と、10月には、タウヤ・キラとシングルマッチを行った。DDT プロレースリングでは、ポコ・高梨の用人坊薬。いつの間にかいなくなったが、ヘビ人間、ベアー福ヘビとして復帰。2007年、 明るく激しく楽しいプロレスに基づき、ヘビ界軍団をフルーツ軍団にして、リングネームをマンゴー服ヘビへ、コスチュームをサルセロス時代のものにして、DDT で暴れる。2008年、ドラディションへ定期的に参戦して、長井光也が率いる反乱組へ加入。エルドラドが活動停止。2009年、フリーとしてドラディションを主戦場としている。2011年、 プロレスリングシークレットベースの団体化に参加して所属となる。ありがとうございます。